興味深いのがありますね。綾瀬はるか事務所との密約、石原さとみ、深田恭子の穴を埋める代わりにっていうので、佐藤健君との噂関係っていうのは当て馬なんじゃないかっていう話ですかね、これは。綾瀬はるかのハードスケジュールぶりに注目が集まっているってことですね。4月期のフジテレビのドラマ、元彼の遺言状にも主演するの、月9なんですね。月9初主演ですって。そうなんだ。弁護士役らしいですね。で、6月にはもうボンボン決まっちゃってるみたいですよ。6月には長谷川博己と共演する、これはあれか、映画か、はい、泳げませんの、ここが予定される。月9ドラマの撮影後、すぐに映画の PR 活動とフル回転。その裏には綾瀬の所属事務所の事情がありそうだと。ホリプロは綾瀬と深田恭子、石原さとみの3本柱。そうですよね。石原は妊娠中で、おまけに産後も NHK の情報番組に MC で就任することが決まっている。深田も体調不良から復帰はしましたが、まだフル稼働というわけにはいかない。おのずと綾瀬はるかに仕事が集中する構図になってしまって、まだ要は綾瀬はるかさんしかいないってことですよね。ね、深田恭子さんもね、もう結婚間近だってね、言われてますしね。そうするとフリーで仕事バンバンできるのはもう綾瀬さんしかいないってことですよね。しかし、綾瀬と深田は石原だけが結婚、出産を許されたことに不満を募らせているという報じられている。この状況で一人だけ馬車馬のように働かせることに綾瀬が納得するのか。実は事務所と綾瀬の間で何らかの密約があるのではないかと噂になっているんです。綾瀬は一昨年の夏に韓国俳優のノミヌとの交際を一部で報じられた。この熱愛報道の後、イベントで集まった報道陣から交際について聞かれると、全くありませんと否定。事実ではないということと念を押されても、はい、全くありません、お疲れ様ですと笑顔を見せて退場していったと。イベントは基本オンラインでの取材でしたが、事務所がわざわざテレビの情報番組だけに現場を呼び込み、退出時に綾瀬を直撃するにお膳立てしていたんです。普段はそういうことをする事務所ではないだけに、ホリプロがね、何か裏があるんじゃないかとの声が上がっていったと。その後、佐藤健との親密ぶりを煽るかのような報道もあったと。いわゆる義母娘ですよね。義母娘で、じゃあ、ターじゃない、タケちゃんだ。タケちゃんって呼んでたみたいなね。新幹線で一緒に帰ってきたっていうやつですね。マネージャーも一緒にいるのにね。なんか、もう本当にこう、付き合ってるかのような不自然な報道が。でも業界内ではまだそのミヌとの極秘交際が続いているのではないかと噂されている。石原と深田の穴を埋めるためにガンガン仕事を入れる代わりに、このミヌさんとの交際を認めるという密約が事務所との間でできてんじゃないかと。で、それを隠すためにわざと公の場でミヌとの交際を否定はさせて、佐藤健君がイメージいいですからね、佐藤健君との仲の良さをアピールして、事務所的にアピールしてるんじゃないかというわけだと。だから当て馬ですよ、たける君はね。たける君もたまったもんじゃないでしょうけどね、そうなると。それはなんか情報番組スタッフがそう言ってると。映画で綾瀬の水着姿を見て喜んだのも束の間、ミヌとの電撃婚発表で、はるかロスに陥るファンが続出するなんて事態にならなければいいんだかってことですね。いいがってことですね。ね、綾瀬さんは今度、今まではたける君と電撃婚とかって言われたのが、一気に変わって、ミヌさんと電撃婚なんですかね、どうなんですかねと思いますけど、そんなにフル稼働、ね、させられてて、仕事もめちゃくちゃ順調に決まってるんであれば、そう簡単に結婚できないと思いますけどね。もう相当こう、もうしっかり空いてるとかね、であれば分かりますけど、ただ石原さとみさんみたいにね、急に結婚する人もいますからね。あそこはでも宗教絡んでる感じはね、ありますけどね。なんかしら創価学会の力が働いてる感じはするんですけど、綾瀬さんの場合は、バレると思うんですよね。いくらなんでもね、これだけ貼られてるんですから。もうガッキーとかみたいにね、もう仕事どんどん入れなくなっててね、全然もう休業状態の中で結婚発表だったらまだ分かりますけど、綾瀬さんね、フル稼働ですからね、そうそうね、難しそうな感じはしますけどね。って勝手に思ってます。ではでは。